お前みたいなできない奴は、どこかに行っちまえ。正月から、どの面下げてきたんだよ。弟は優秀なのに、同じ兄弟とは思えない。本当にお前は、うちの人間か。早く出て行け。何度両親から、こんな言葉を、投げつけられたか、わかりません。俺はいつも思っていました。兄弟なんていらない。一人っ子に生まれたかったと。そうすれば、優秀な弟と、いつも比べられずに済みました。兄弟仲良しの家庭はありますが、そうじゃない家庭も、また、あるのです。出来の良い兄弟といつも比べられ、悲しむばかりの人生。親に溺愛される弟を憎んだ10代。そうした自分に反省した20代。そして30代となって、俺は家族に見切りをつけました。そして、妻のあかりと共に人生を歩んでいます。俺の名前は、丸谷高雄です。俺は、34歳。妻のあかりは、32歳になりました。俺たち夫婦の出会いは、郊外にある、印刷工場でした。大手雑誌社の、下請けの下請け。誰でも採用される枠が、ありました。中学の頃に、俺の担任の先生が見つけてくれた就職先でした。この印刷工場なら、きっとお前もやっていけるはずだ。ここで頑張れば、一人前になれるだろう。担任の先生は、そう言って俺を励ましてくれました。先生の優しさには、俺は今でも感謝してやみません。一方、俺の両親はいつも優秀な弟にだけ興味を持っていました。俺のことは、全く気にかける様子もありませんでした。弟は幼い頃から天才的に成績が良く、兄の俺は対照的に出来損ないでした。その上、弟は容姿も整っており、誰からも期待されていました。一方俺は失敗続きの人生で、見た目も地味なものでした。お前たち、本当に兄弟なのか？両親でさえ、いつもそのように言っていました。弟の深夜に、俺はいつも遠慮しながら生きてきたのでした。俺は勉強ができずに、結局中卒でした。そして中学卒業後、印刷工場で働くために寮に入ることになりました。俺としては早く家を出て、親と兄弟から逃れたかったので、好都合でした。両親は、俺が寮に入ると言っても、関心を示しませんでした。とっとと出て行け。父親は、そう一言言っただけでした。両親にとって、俺のことは、徹底的に、どうでもよかったのでした。しかし、
俺はそれで吹っ切れました。家を出たことで新たな人生の旅立ちを感じました。弟の深夜は私立の一流中学、高校を経てからトップの国立大学へと進み、大手銀行のエリート社員として華々しい人生を送っていました。一方、俺は中卒で入った印刷工場でずっと働いていました。実家に戻ったことは一度もなく、寮生活やアパート生活をして地味に暮らしていました。そんな中、職場の印刷工場で知り合ったあかりと交際して3年後に結婚しました。あかりは同じ職場で事務員として働いていたため、自然な成り行きでした。結婚式にはもちろん俺の親は参列しませんでした。工場の仲間とあかりの家族だけのこじんまりとした結婚式でした。俺の家族の事情を理解してくれていたあかりは、結婚式を俺の家族には内緒にしてくれました。決して祝福してくれるような人たちではないことは、俺には分かっていました。もう俺は実家の家族とは絶縁してもいいとまで思い詰めていました。俺が工場の仕事で大怪我を負った時に、工場長が実家に連絡を入れてくれたことはありました。しかし両親は工場長に、使えなかったらご自由に追い出してください。と一言言っただけだったそうです。工場長もその親としては冷たすぎる反応に戸惑ったようでした。お前も苦労してきたんだな。工場長も俺に対して同情心を持ってくれたのでした。俺はこの工場に来て本当に幸せでした。と、俺は工場長に礼を述べました。それ以来、俺は優しい工場の人たちや、あかりという家族を得て、ますます工場で懸命に働くようになりました。あかりもまた家族に問題を抱えていました。あかりが小学生の時に父親が他界してからというもの、母と二人で母子家庭で育っていました。生活はかなり経済的に苦しく、中学を卒業するのがやっとだったそうです。あかりには兄弟がいないため、俺と同じ悩みはなかったのですが、家庭環境にかなり苦労して育っていたようでした。似た者同士の俺とあかりは、お互いを支え合いながら絆を深めていくことができました。ただ、あかりは俺と家族が仲直りするべきだと考えているようでした。
家族同士歩み寄った方が良いと勧められることもありました。俺はそんな熱心なあかりの勧めで、数年前に一度実家にあかりを連れて行ったことはあったのです。両親は一応俺たち夫婦に会いましたが、ひたすら気まずい沈黙が流れるだけでした。お互いほとんど話すことはありませんでした。帰り道、あかりは、なんかごめんね、思った以上に深刻なんだね、とつぶやきました。俺の家族は傍から見てもひどいのだと改めて感じました。その後、俺とあかりの間に娘のみゆきが生まれました。俺はますます仕事に精を出すようになり、親会社にも高い評価を受けるようになっていきました。俺の両親は俺に一切期待せず、興味も持たなかったのですが、他人は俺に期待して評価をしてくれるのだと思いました。両親の愛は受け取ることはかなわなかったけれど、他人から褒められるにつれて生きてきてよかったと感じるようになりました。そんな俺を支えてくれてきたあかりや工場の人たち、そして俺を必要としてくれる娘のみゆきには感謝しかありませんでした。両親が俺を産んでくれたことには感謝をしていました。中学生まで育ててくれたことも事実でした。しかし、そこから愛を得たと感じられたことはほとんどなかったのでした。愛どころか、両親と弟は俺のような家族がいることが恥だと言いふらしているようでした。それから数年後の正月、俺たち家族はもう一度だけ実家に帰ることになりました。娘のみゆきが5歳になっていました。後悔しないわね。あかりは俺をじっと見つめながら言いました。俺は迷うことなく黙ってうなずきました。実家に帰るのには特別な理由がありました。俺は実家との関係を完全に断つことを決心していました。俺は工場長に実家に着く時間を報告しました。わかった、あの人に伝えておく。工場長は静かに言いました。俺は実家にとどまるのはお昼前の30分くらいと計画していました。約束の時間に両親は玄関にいました。しかし
家に遊びに来ている弟の深夜の家族のことを気にしているようでした。深夜も結婚して息子が二人いました。正月は深夜が息子を連れてきていたようでした。両親は深夜の息子だけをあからさまに可愛がって、みゆきは完全に無視していました。お年玉も深夜の息子にだけあげていました。みゆきには、あなたには用意してないわ、などと母が言っていました。それには俺もついに怒りが爆発してしまいました。娘にひどいじゃないか。それから父も一緒になって揉み合いになってしまいました。お前みたいな出来損ない。早く帰れ。と、父が叫んでいました。深夜は黙って、少し笑いながら、その様子を、ただ見ていました。そんな時、沢村さんが訪れました。沢村さんは、俺の働く工場の親会社の社長さんでした。丸谷さんのお宅ですね。はじめまして。玄関から外を見ると、黒塗りの高級車が見えました。両親と弟は驚いて、沢村さんを見つめました。沢村さんは、実は、養子縁組についてお話しに参りました。と、単刀直入に言いました。高尾くんの了解は取ってありますが、ご両親にも確認させていただきたく思っております。親会社の社長の沢村さんには子供がいませんでした。奥さんの身体的な理由で子供を持てなかったそうでした。しかし、沢村さんは養子でもよいから子供が欲しいと考えるようになったということでした。そして、子会社の社員である俺に目を留めてくれました。中卒という社会的ステータスでありながら、めげることなく頑張る俺を評価してくれました。最近俺は親会社の間でもとんでもなく頑張っている中卒がいると評判を得ていました。そこで沢村さんは俺たち夫婦に養子縁組の話をくれたのでした。俺は初めはあまりの突拍子のない話に驚き、断りました。しかし、沢村さんと奥さんが会社の後継者を育てる夢を語ってくれたとき、俺も役に立ちたいと思うようになったのです。あかりも全力で俺を応援してくれると言いました。そして、こうして今度は、俺の両親に沢村さんが、養子縁組について
了承を得るべく、実家まで足を運んでくれたのでした。両親も反対はしませんでした。両親も弟も、これまでの俺への仕打ちを思えば、反対する言葉も見つからないようでした。それから、沢村さんは先に帰っていきました。俺は実家に最後の挨拶をして家を出ました。俺たち家族が家を出るとき、父親が俺に声をかけました。おい、俺はもう何を言われても実家と関係を断つことをやめる気はありませんでした。俺は振り向くと、もう大丈夫。これであんたたちと会うのは最後だ。俺たち家族を恥に思うことも、もうないから安心だ。子供は深夜だけなんだろ。やっと願いが叶ったな。俺は最後に言いたいことを言ってすっきりしました。それから明かりを促して実家を後にしました。会社や学校、どんな集団にも派閥を作り上げる人たちはいます。そして派閥同士の軋轢は耐えることがないのが現状でしょう。ステータスで争うわけです。そういった争いが家族の中にまで持ち込まれる社会となってしまいました。もちろんそれは全ての家族でではありません。俺の家族、そして沢村さんの家族内にはステータスによる争いはありません。だからこそ家族になれたのでしょう。俺たち夫婦は貧しい人生。沢村さんは子供がいない人生。それぞれの孤独や苦しみを強いられてきました。しかし、そんな辛さを乗り越えてこそ、人というのは本当の幸せに気がつき、分かり合えるのかもしれません。俺は貧乏や苦労を経験してきてよかったとさえ思えるようになりました。心分かち合える仲間と運よく出会えれば、それが全てなのです。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。